どうもこんにちは、セージクレイジーパピヨンです。チョコまみれあります。うまいよね。食べていいかな。食べていい。うまいのこれ。うまっ。なんだこれ。うまっ。うまいな。カントリーマンもやるな、タバコ吸いちゃった。リビングに持ってくる。みーちゃんいいよ、やめて。俺行くから。みーつ俺行くから、やめて。せっかく美容室行ったのにアキコママって言われるのはどうなのこれ。アキコママじゃないんだけど、仲直りしたんだよ。うん、ネックレス返した。でもお金は返してない。財布入れた自分の。そうボサボサハゲてない。返せよ。返した方がいいですか。引っ込めちゃった自分の財布に。猫ババダメ。ありがとうみっちゃん、ありがとう。持ってきてくれた今アイコス。返しないよ。しまっちゃった。もし受け取らないと言っても家に置いて。ああね、そうするわ。多分受け取んないと思うから、そうするわ。薬飲んだ。返して今。受け取んないって。これまた昨日の下りになるぜ。また昨日の下りになるぜこれ。返すけど返すぜ。じゃあ、うん、4時間やるぜ。8時間やるぜ。またこれ8時間。はい、これね。はい、受け取ってください。じゃあこれで配信中に返したんだよ。だけど配信外で返してきたんだよ。で俺が配信つけたんだよ。8時間やりました昨日これじゃあはいみっちゃん、はい、もう画面に映ってないから、ここで受け取って配信に収めないといけない。じゃあこれ返しました。返した。でネックレスも返した。受け取って。うん、はい、みっちゃん、はい、返すわ。これみっちゃんのお金だから。みつみっちゃんね、これさ配信上でもらうやん。その辺置くんよね、テーブルの上に。テーブルの上に置くんよ。いらないんかなと思っちゃうじゃん。で俺財布にしまったりすんのよ。その辺置くんよ。みつ、早く。まだ枯れなくなった。枯れなくなった。ストレスが
8時か8時かやる。また8時か。寝不足にするぞ。みっちゃんの続きやる。見たい続き。鈴木雅治スローのコースしたい。続くよこれ。お金下ろしてこないと。そうだよ、まだ生活費払わないといけないじゃん。俺今のみっちゃんの元々のお金でしょ。お金入れてない、プラスアルファ入れないといけない。下ろしてくる。うん、生活費いくらか決めてない。下ろしに行く。配信上じゃないと俺あげないからな。ATM 行ってくる。いくらする、いくら。 50でいいの。逆に50でいいんだね。逆に50で上等じゃない。え、50万もかかるかな、食費。かかんないよね。あと身の回りのお世話代。うん、じゃあマンスリー取ったら50にしようね。マンスリー取ったらそうしよう。で2だったら30、マンスリー1位取ったら50。大阪帰るよ。20でもいいぐらいでしょ、うん、それまでただ飯。みっちゃんそうしよう。いや、めんどくさい。毎回宿泊費めんどくさい。こんにちは。無料アイテムお願いしますね。今来た人ね。無料アイテム、うん、なにこれ。ヨギママって本物これ。ヨギママのリスナーさんってこと。名前長くね。ヨギママ、よっちゃん、ふがふが、本物これ。なんだよっちゃんって。本物。なんかヨギママを推してるリスナーさんかと思っちゃう。ヨギママ配信者だったらヨギママってそれだけでいいと思う。ふがふがと入れなくていいと思う。もうややこしいわ。長え。名前長いやつ売れないよ。覚えてくんないよリスナーさんが。うん、よっちゃんもいらない。ヨギママはヨギママでもうブランドあるんだからヨギママだけでいいよ。うん、名前長え。いろんな押しマークついてるし、なんかごちゃごちゃしてるわ。もっと簡潔にした方がいいと思う。ああ、売れないでそんなんじゃ。ヨギママだけでいいと思う。うん、コアラだけでもいいかもしれない。もったいないよね。せっかくヨギママってブランドがあるのにさ、長いとうざいだけで、なんかその人のリスナーさんかなと思っちゃう。あ、この人本物のアカウントだってさ、一目見て分かるようにしとかないと。うん、そういうの分かんないんだろうね多分。もうちょっと研究した方がいいね、配信を。ヨギママもったいない、せっかく面白いのに。うん、ね、変わった人なんだからさ、せっかく。もったいないよ、キャラクターが。自分を売り出すのが下手、うん、ふがふがいらない。それはリスナーさんに言ってもらう言葉だから、ワードだから。ふがふが自分で言っちゃダメだよ、うん、しかもアカウントに書いちゃダメ。そう、もったいない。個性のあるさ、素晴らしい人なんだから、配信者としてはさ。やっぱ人と変わってなきゃダメだよね。
クレイジーパピヨンもさ長いんだよ、やめようかなと思ってる。でもあのやめないでって言うから、リサさんクレイジーパピヨンいるって言うから、なんかみんないるかいらないか問題で一回討論したことがある。やっぱりいる、残してくれって。そう、仲直りしたよ。だけど今日大阪に帰るね。あのだから喧嘩して大阪に帰るわけじゃないから、仲直り、ちゃんと仲直りして大阪に帰ることになりました。皆さんのおかげです。ええ、だからいろいろちょっと揉め事もこれからあるかもしれないけど、その時はあの仲裁してください。皆さんね、コメントで落ち着かせて、みっちゃんは守ってあげて、うん、そうみっちゃん泣かせない。元気になったね。みつ守ってあげて。ね、いや俺も守るけど、うん、大好きでしょみっちゃん。あ、一番守ってあげないとね。ダウン買ってない、ダウンいらねえかなと。で抜いてもらったの、抜いてもらったというか、ええ、抜いたって何だよ。抜いたっていうか、あの2人で気持ちよくなったってことだよね。だから2人で、うん、1人だけじゃなくてみっちゃんも気持ちよくなったってこと。だいつもより多めに腰は振ったよ、いつもより。だ前技だったんだよね、プレイだった。燃えたぜ、8時間だね前技、うん、プレイな、うん、長いでしょフェイプ。いやいい仕事したぜ昨日は。うん、花屋さんからです。めちゃくちゃ燃えたで、8時間。毎月さいくら、何日に払うとか決めないとな。もう今月払ったっけ、払わなかった、払ってないっけって、もう分かんなくなっちゃうからさ、払う日を決めない、生活費毎月何日、生活費をバラバラに渡すとさ、あれ今月払ったっけ、払ってないっけ、何日にする。いや払うよ、払いたいよ。 25日25、月始めの方がいいか、分かりやすい。25だと分かんなくなっちゃうね。なんか月始めだとなんかさ、あなんか支払いあったなみたいな思い出すやん。月始めにしない、この前10万あげた。1日でいいみっちゃん、1日いい、いいって、1日にしよう。うん、だから30にしよう、30、1日、生活費30。うん、1日に30。あれヒノピーと LINE 交換してたんだ。多い、多いぐらいでいいんじゃない、多いと思ってもらった方が俺的にはなんか払った時にすっきり。50代じゃねえんだよ、30でいいだろ、うん、なんで50でいいよって。
マンスリー、マンスリーじゃあ1位取ったら50ね。1位取ったら、うん。いやでも俺どんぐらいのペースで来てるんだろう、月に。どんぐらい来てる、月の半分以上来てる。マンスリー頑張ろうぜ。うん、まあまあ来てる俺。どれぐらい来てる俺、月何回来てんの俺。ほとんどいんの俺。俺ほぼ来てる。ほらマジで白壁これ白壁なの。週に3日ぐらい大阪ほとんどいない。50かなじゃねえんだよ。半月はいる。マジでそんなにいる。20日は来てる。負担でしかない。タワマン、あんま帰ってない。じゃあ帰るか今日。タワマン神戸に泊まるのダメだよ。なんで。いいよ。あ、ETC もね、みっちゃんのカードなんだよ。そうなんだよ、うん、タワマン解約しない。あ、そうだ、俺さあれあるんだ。みっちゃんちょっとコメントしてくんない。あれ渡さないといけない、かぼちゃ。みっちゃんちょっとコメントしてくんない。かぼちゃ1000個もらったんだよ、ねさんから。これみっちゃんにあげるわ。全部。あ、これね。1000個全部あげちゃっていい？入るかわかんないか、1個でいい、とりあえず。みっちゃんに今、かぼちゃあげた。うん。あ、帰った。じゃあ全部あげるわ、みっちゃんに。みっちゃんに全部あげんね。100個10回繰り返さないといけない。みっちゃんにあげる。めんどくせえなこれ。かぼちゃ、これで金のかぼちゃ出れば1個1000円とかなる。皆さん無料アイテムお願いしますね。めんどくせえなこれ。 100個しかあげれない1回に。あと5回もめんどくせえなこれ。優しいよな俺も。みっちゃんに不思議なかぼちゃ1000個あげる。入ってる水。え、来てる。投げ返して。うん、あ、10個あるやつ。待って、いくらなのこれ。1218円。1218円。10個ちょうだい。はい、待って待って。2200円。いくら10個で1000円ぐらい。1000円。うん、全部投げて。金のかぼちゃ出して。金のかぼちゃ、金のかぼちゃ。リスナーさんにもあるから、取ってあるから。うるせえな、こじきがよ、てめえ。お前みたいなやつはな、1円も投げてないんだよ。お前 NG 入れるかんな、お前なあ。10個出すか。1円も投げてないやつがさ、くれくれ言ってんじゃねえ、てめえ。なるほど。金のかぼちゃ出ないやん。銀なの。
全然出ないやん。黄金のやつはさ、10個ずつ投げれない。投げれないかも。10個投げれない。やってみて。あ、これ？黄金の馬車。これでかいんじゃない？いや、そうでもねえな。1万ポイント。10個1000円これ。1万3000円だった。全然安くない？この前の方が良かったね。金の卵の方が。てんちゃんにあげたやつ。全然増えない。黄金の馬車、あ、1万5000円になった。これ大丈夫？何が？投げてしまって。あ、いいよ、あるから。まだアイテム落ち着いて、まだあんのよ俺。10個らすごい。かぼちゃ育てるのこれ。え、待って、これ育てんの？育つのこれ。いいアイテムに。育たないよね。え、めちゃくちゃ安いんだけど。この前さ、20万ぐらいになったやん。2万円しかなってないんだけど。いや、今何個？あと何個あんの？今で180。全部あと何個あんの？800。育たない？変わんない？じゃいくらになるかちょっとやってみる。全部それ10個しか投げれないの？10個ずつしか。うわ、10個ずつだって。それな、内職して。内職これめんどくさいね。2日だかんだから。卵だけ分かんない。これ20万ぐらいになるか。これさ、みっちゃんが選んでやってんの？黄金の馬車とか。決まってるって何が？黄金が何個とか。もう自分で分かってんの？黄金が何個入ってるって。え、自分でこれ選んで、かぼちゃの馬車を投げてるの今10個ずつ。あの、挟むのは何なの？途中で。あ、わざとランダムに、あの、いろんなの投げてくれてるってこと？うん。うん。29,000今。これ20万いくか？1000個で。ランダムじゃないんだって。喧嘩した、昨日。皆さん、無料アイテムお願いしますね。無料アイテム。もう投げんでいいよじゃねえ。てめえが投げろじゃあ、お前。NG な、お前。260、お前。てめえ。何が投げんでいいの、お前。営業妨害だ、お前。帰れ、お前。仲直りした、てんちゃん。これ、1000個あげたんだよ。てんちゃんと一緒。てんちゃんの時は、金の卵をあげたじゃん。で、なんか、金の鶏が出たじゃん。あれで20万ぐらいいったんだけど、今のところ4万。金のさ、卵と鶏はさ、両方金だった。これ、だって、普通のかぼちゃ。これ、みっちゃんにあげたんだよ、1000個。で、俺のことフォローして投げてほしかったな。フォロワーランキング上がんないじゃん。俺のことフォローしてないんだけど。なんでしないの？根に持ってるわ。いつもともと自分からなんかしちょ、フォローしてくね、みっちゃん。ねえ、フォローしてよ。フォローした？フォローしてくれた。これあと何個あんの？500。これで半分。待って、途中経過ね。5万3000。
前の方が良かったね。20万ぐらいいったで、金の卵。10万ぐらいか。あと金の馬車何個持ってる？8個。これ1個ずつしか投げれないんだ。どういう風になってるの？見せて、アイテム欄どうなってるの。ああ。イベントって金額が変わるのこれ。なんだろうね、金の卵めちゃくちゃ良かった。アイテム欄見せてって言っちゃった。今北さん、これはセージがみっちゃんに渡したの。みっちゃんが投げ返してる。そう、投げ返してる、みっちゃんが。だからこのポイントをみっちゃんにあげればいいんじゃないの。今67,000で、生活費から引いてくれたらいいんじゃないの。違うの。30万払うやん、1日に。そっからこのポイントを引いた金額を上げればいいんじゃない。ね。なんで引くの。ダメ？引いたらせこい。7万2000だったで、みっちゃん。よかったな、これ。7万今。今7万。せこい。これ、これじゃああげるわ、みっちゃんに。うん、76,000。みっちゃん、俺そんな金あるか。俺50万渡してないよ。やべえ、7万超えてこないで。6万しかない、今6万しかない。やばいやばいやばい、やっぱ8万いっちゃった。8万いっちゃったよ、みっちゃん。これ8万、おろしに行く。うわ、コンビニ行ってくるか。今のうち行ってくる。うわ、85,000いっちゃった。85,000。運営さん、これ意味わかんなくない？普通にさ、シンデレライベントで1位取ったやん。普通に配信者にポイントとして付与したらよくない？これわけわかんない。アイテムのキャッチボールなんなん、これ。これ意味わかんなくない？これなんなん。どうせ配信者に投げるんでしょ、リスナーさんって。これこうやって、これ意味わかんなくない？このワンクッション、なんなんこれ。二度手間やん、これ。マジで、うん、地投げと変わらんやな、これ。意味が分からん、マジで。あ、勘違いされる、定期。うん。コミュニケーションのために。投げ合い配信者しか得しない、それな。これ、投げ合いは、やれってことかな。やっぱり、運営さん的にも。なんなんこれ、税金対策なんこれ。お金のやり取りしてんのこれ。これ何これ。うん、わけわからんよね。しかもさ、こうやって自枠でさ、こう欲しい人って募るじゃん。募っても換金の仕方わからねえとか、あの柴田湧いてくるから、その人に渡っちゃったら運営さんが全部持ってかれちゃうからね。わかんない人いるから、やり方が。終わった。うわ、来た、全部入った。うわ、本日のしのぎ発表します。しのぎ、このシンデレライベントでポイントが、ね、還元されたんですけど、1000個ない。なんでなん。しのぎこちらです。なんなんこれ、マネロンなのこれ。てんちゃんの時20万超えたのに、なんでなん。金の鶏がいっぱい出たってこと、てんちゃんは。
全然少ないんだけど、なんでこんな違うの、半分ぐらい違うんだけど。これさあ、鶏が80から90あった、金の鶏、あ、だからだ、めちゃくちゃ高確率当たってるわ、それ。じゃあ天ちゃんの引きか。え、だから俺が1000個あげたやん、1000個あげた時にタイミングでこう当たりか外れか決まるわけよ。でノーマルのかぼちゃばっかり当たっちゃったってことだよ。うん、だから運なんだなこれ。うん、やばい。だからさ、もうさ、ポイントはさ、配信者にプレゼントしたらいいやん。20万ポイントあったら20万ポイントで、昨日みたいなお寿司のイベントみたいに。これわけわかんないアイテムの付与とかさ、やめた方がいいよねこれ。半分なんだけど。あ、決まってるんでしょ、入った時には。いつもそうだった。だけど、あのなんだっけ、銀の馬車、銀だっけ、黄金の馬車が何個だっけ、9個だっけ、12個しか入ってない。えらい違いだから。てんちゃんだからこの馬車で言ったら黄金の馬車が80か90入ってたってことでしょ。みっちゃん 10何個、 12個しか当たってないってことよ。てんちゃんが80から90当ててくれたのに、やばない？そう、あの運営さんはね、配信者さんがリスナーさんに配り忘れたらそのまま流れちゃうから、期限付きだから、だそれもあると思う。ケチってる。1000個中12個しか当たりがない。てんちゃんの時は80から90個当たりが出たのに、おかしいよなマジで。ふざけてるよな、やってるよ。あ、卵で出しすぎたんじゃない、大当たり多分。うわ、こんな持ってかれたわってなったんじゃない、もう当たり入れんのやめようってなったんじゃない。うん、でその他にもまだアイテムね、還元アイテムあるんで、欲しい人いますか。まだあります。あの宝石がね180個あります。欲しい人いる？でもこれ換金の仕方わかんねえのに、手あげてさ、あげちゃって流れちゃう時あるからさ、それがもったいないんよね。身分証とかさ、ふわっちに提示してる人ね、いる？自分で換金できる人、欲しい人いますか？いない？ジュエリー、宝石換金できる人、やり方分かる人、分かんない人やめて。うん、ポイント換金できる人、やり方分かるよっていう人。どうやって換金するのとかいるんだよ、あげてさ、めんどくせえじゃん。分かる？柴田がさ、手あげんのよ、ここずつばかり。はい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 、私欲しい。やめてね、めんどくさいから。欲しい？180個ある。欲しい人いる？じゃあ熊で10個くれたらあげるわ。10個、ふわの市の熊で10個あげたら、くれたら10個あげる。うん、もう持ってけ泥棒、もう無料であげないよ、何言ってんの。熊で10個ね、ただであげなきゃいけないじゃんねえ。ああ、あこちゃん10個の5倍ラスコイ来た。10個あげるね、宝石ギフト。はい、ズバッと、あと170個ね。
うん、あこちゃんあげる。ほら欲しい人いるんだ。10個幸せでしょ、ありがとうございますって言ってね。こういう人だけね。あと17人10個熊で10個で交換。早もがち、早くして。たかしの妹、意味わかんない爆弾発言したでこの人。10個ラスカイ、あ、ゆみちゃんあります。ゆみちゃん10個な、何言ってんの。あ、え、福岡たかしの弟の妹、ゴックの義理の妹。え、そうなん。おつらばあります無理アイテムちょうだい。おつらば、福岡たかしに妹がいんの。10個ラスカイ、あ、そうなん。あ、ミューチャリアス10個10個ね、はい、ズバッと入ったでしょ。おつらば、そうりゃーつぐちゃん、はい、はい、10個ズバッと。おつらば、俺たかしの方だと思った。あ、10個来た、みほちん。アイテム渋滞するかな、これ。はい、ズバッと。おつらば、誰かもらってない人いないよね。大丈夫だね。あれあれあれ、そうりゃ、10個。あ、この人あげてないよ。チャム、チャムね。チャム。チャムオッケー。今見た。あとはみほちんあげた。あといないか。初投げでもいいよ。間に合う。まだ。でもあの換金の仕方とか聞いてこないでね。めんどくさいから。わかる人ね。換金の仕方がわかる人。身分証とか提示してる人、運営に。めんどくさいから。せいちゃん、10個もらったんだこれ。どうすんのとやめてね。うん、スマホ教室じゃねえから、ここドコモの。やめてね、めんどくせえんだ。10個ラスコイ、あ、ひよちゃん、ひよちゃん10個ズバッと。50個、うわ、いいんすか。50個いくよ。うわ、えぐ、ズバッと。チャーさんありやす。チャーさん50個。すげえ、チャーさん。やば。ラスコイ10個。マーシー。マーシーナイス。ズバッと。あとは、大丈夫か。あげてるよね。大丈夫だね。あと何個あんだ、俺。あと50個あります。早もん勝ち、早もん勝ち。あと50個、熊で10個と交換してます。換金の仕方が分かる人だけね、限定。おつらば無理やりじゃないです。俺のグローブは茶色で黒が入ってるやつ。なんか Z っていうメーカーだった気がする。 Z 身分証ない、ダメ、投げないで。そういう人はめんどくさいから。身分証ないってやばいな、おい。どういうことだ、身分証がないって。あと50個ね。あと5人。あ、それかもしれない。 ZETT だった気がする、多分ね。あと50個早もん勝ちですよ、皆さん。1人10個熊で、ある、その面か。もらえてない？ちょっと待って。ほんとこれ？誰？ちょ、アカウント出して。10個出す、これ。あ、キラちゃんね。キラちゃんズバッと。10個の5倍出す、これ。あーちゃん、ありがとうございます。誰？もらってないで出たよ。誰なんだ？誰よ、もらってないって。どうぞでコメントしました。これ誰なの、アカウント教えて。どうぞ
どうぞなんかいたっけ。ちょっと待って、見るわ、もう。どうぞ。あげてない人いなくね。ああ、一人いたわ。ダルちゃん、ダルちゃん、ダルちゃん、ちょっとアカウント出して、ちょっと一回なんか違う招き猫でもいいから、あのスターマインでもいいから、一回あの匿名でアイテムちょうだい。スターマインか招き猫なんかあるでしょ。いたわ一人、渋滞してたわ。なんかアイテムちょうだい、無料、無料じゃなくていいから、あの匿名で、ダルちゃんなんかちょうだい。そうじゃないとあげれないよこれ。10個ラスカル。あ、ダルちゃんこれ20個目だから、じゃあ20個あげるね。ダルちゃん20個。あ、ラス1です、ラス1。はい、1人10個、はい、もう勝ち。2003ポイントもらった。はい、これラスト、ラスト。はい、ミキちゃん OK。 もう投げないで、もうないよこれで、もう投げないで。おい、終了。180個配った。 OK、 配ったね。ちょうど180個来てるわ。ありやす、終了です。無料アイテムお願いします、皆さん。無料アイテム、もうないからね、俺。あー、投げればよかった、遅い、もうないよ。うん、2003ポイント入ったの、マジお得じゃん。だって10個で1600円でしょ、400円プラスやん。あ、すごい夢の企画だったね。あ、50個の人が2000ポイントってこと、損してんじゃん、損してるわ。うん、だって50個でいくらだっけ、160円の50個でしょ、8000円でしょ、6000円マイナスやん。やばいね、詐欺だね、しょうがないね、ふわっちだもん。うん、詐欺だ、しょうがない。でもさ、あれは上がったよ、視聴者レベルは上がった、おめでとう。視聴者レベル上がったね、これで。早くレベル100目指してね、レベル100目指そう、みんなで。ここで目指すんだよ、ここでレベル100になろう、みんなで。レベル80の方とか90の方ね、ここでレベル100になりましょう。どん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 上げようね。うん、何がもらえたの、あのギフト、還元ギフト、よくやってんじゃん、もうちゃん。俺イベントアイテム10個くれたら10個お返ししますって。あの何のイベントだっけこれ、あのジュエリーのやつ、宝石のやつ、ミニイベのやつかな。そう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 、あれでお返ししてたの。180個あって、で50個投げてくれた人いたの、熊手のやつ、熊手の今のイベントね。で熊手の10個あげたら10個返したんだけど、737円の人がいるから1600円アイテム買ってくれて、700円しか入ってきてないから実質マイナス。そう、2個ないですかで、50個の人2000ポイント。うん、そういうことだ。だからふわっちがアップデートしてんの知ってた、何気に。はい、配信者側にちょっと画面が変わってる、仕様がちょっとアップデート入ったんですけど、なんかやりづれえな、やりづらい、なんか変な感じするわ。
うん、あのカメラのねインカメ外カメのボタンが画面左上にあったんだけど、なんか左下になった。なんかやりづれ、これなんか変な感じ。これもな多分また変わるんだろうな。これこれ画面左下になった、カメラのマーク。本当はこの画面の左上にあったんだけど、わかる？このミュートのマイクの隣にできて、でなぜかこのコラボのボタンのこの間隔が空いてる。カメラの切り替えとコラボするボタンが、で一番右のアンケートが一番右に追いやられて押しづらくなってる。一番右がねアンケートなんだよ、この Q ってやつが。だからサイコロトークいらんよな、これ。これサイコロって使ってるやついるの、これ。マジ邪魔なんだけど、これ変わってんのよ。うん、アンケートボタンが押しづらいわ、これ。ちょっとずらさないと押せない、アンケートが。ラッパーはね効果音これ。うん、いらないよなこれ、サイコロトーク邪魔なんだけど。あ、カスは使ってんの、サイコロトーク。そうだね、カスタムできたらいいね、こっちで。これいらないのは全部こう排除したい。うん、あ、配信したことない人は初めて見るだろうね、この配信する方の画面ね。いらないよなこれ、サイコロマジいらんよなこれ。何に使うのこれ、なんなんこれ。出題する、一回も使ったね、こんな。間違えて押しちゃう時は、なんなんこれ。あ、ね、ネタが出てくるの。東京特許許可局3回。東京特許許可局3回。東京特許許可局。東京特許許可局。3回言ったらどうすんのこれ。面白いのこれ。東京特許許可局。簡単じゃんね、こんなの。簡単じゃん。いや、言えてるでしょ。東京局局許可局。東京局局許可局。言えてるやん、これ。言えてるでしょ。東京局局許可局。ずっと勘違いしてた話。ずっと言ってるよな、俺。あー、メッセージハート、どんつくラスコイ、ダルちゃん。さあ、注目してください。絶対とダルちゃんありやす来た。これ楽しんでない、全然面白くない、こんなの。何これ、サイコロトークとか絶対使わねえでしょ、こんなの。好きなお肉、種類、部位、食べ方。いや、いいよ、めんどくせえよ、そんな。めんどくさいわ、好きなお肉とか。あ、これで雑談苦手な人が使うんだ、ネタに困んないってこと。サイコロトークいるか、これ。好きなお肉とか。そうだよね、リサさん、あのヒレ肉いいよね。もう食べ物ばっかりやんか、これ。食べ物太っちゃうで、これわざと。でデブの配信者には食べ物のワードいいよ、これいらないよ、こんなの絶対いらんわ。こんなの使ってるやつじゃ伸びないよ、運営さん。サイコロトークなんかでね、頼ってる配信者さんは伸びない、向いてないね、雑談向いてないよ。うん、何もなくても喋れないと、ずーっとこれになっちゃう。自転車の補助輪と一緒になっちゃう。うん、ずーっと、あの、二十歳になっても補助輪ついたまま自転車乗ることになっちゃう。かっこ悪いで、こんなで。あと棒読みとかつけてるやつな、過疎でずっと棒読みに頼ってるやつでしょ。あれ、俺も最初そうだったんだけど、棒読みね。
コメントがロボットの声でもいいから喋ってくれないとずっと喋れないんよ配信って。最初の初心者さんってね、うん、棒読み喋ってる風じゃないとコメントを見てこう言葉のキャッチボールができないよ。人間って最初って慣れないと。だそれでずっと棒読み頼ってる人いるでしょ。いつかねこう棒読みを切って喋らないとずっとそれつけたままになっちゃう。で見てる人ってのは棒読みマジうざいから、うんね、難しいけど慣れないと。どうでもほとんどでも趣味でやってる人は多いのかな。趣味でこれで飯食っていきたいっていう人は絶対にやめた方がいいね、棒読み。うん、あとラジオね、あと縦配信のラジオね、一番最悪ね。まあ趣味でやってるやつには、まあ、口は出さないけど、これで飯食っていきたいっていう人はダメね、そういうの。うん、ニコ生の人多いね、棒読みね。ここふわっちだから、ニコ生である程度フォロワーさん視聴者さんいましたよって言っても ここでは全然役に立たないから、ニコ生のスキルは。うん、あメタル社長はいいんじゃない、趣味でやってるから。これで飯食うんだったらやめた方がいいけど、ニコ生のノリで通用すると思ってる配信者さんいるからね、無理なんよ。ふわっちにはふわっちの歩き方があるからウケないですね。絶対棒読みつけない方がいいね。うん、無理でしょ、これだるくない？棒読みとか一回やってみる。無理やで、こんな読み上げとか。あ、コメントのみとかあるんだ。ユーザーの名前も読み上げたりできるんだ。読み上げ珍しい。こんなんでよくできる。氷袋を3個プレゼントしました。読み上げってこと？おー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 、せいじやるのかよ、笑い転げる顔、これ聞いてる人はさ、わらわらわら、すごいことになるよ。マジでやばいだろね。たまにつけてるけど、うるさいし、うん、という合図をして一本指を口に当てている顔。わい、ドラ猫先生、わら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 、カバカバ、遊ぶやついる。レスポンスが止まって伝わらない。いらんやろこれ。笑っている顔、目を細めている。笑っている顔、目を細めている。遊び出すもん。目を細めている。カソは良いけど、うん、大手はだるいね。だるいでしょこれ。わらわらわら、ひえぜぜぜぜぜぜぜ、震度笑い。あ、でも寝配信の時はいいかもね。転げる顔、寝配信の時そう、時差も出るね。マンペロメエス、これ頭これだるいわ。やだ、読み上げいらんな。わら、笑い転げる顔、よくいるよね。うわ、荒らされるこれ。という合図をして一本指を、ああ時間かかるね。シッという合図をして一本指を口に当てている顔。シッという合図をして一本指を口に当てている顔。目を大きく開いて、こうなっちゃうよね。混乱する顔。目を大きく開いて、混乱する顔。パンダの顔。パンダの顔。いぐー、いっちゃう。笑い転げる顔、行く、行っちゃう、笑い転げる顔、行く、ツン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 、紙吹雪の中でパーティーハット、やばいじゃんこれ、ピロピロ笛を加えたパーティーフェイス、読み上げだるいね、行く、ラスコーユイ、うんち、顔つき、パン、パン、パンダの顔、マジうざかったなこれ、大泣きしている顔、マジうざいこれ、大泣きしている顔、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を、ピロピロ笛、パーティーハットをかぶったピロピロ笛とか、なんだよこれ、ピロピロ笛を加えたパーティーフェイス、パーティーフェイス、パーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス、これやばいよこれ、溶ける顔、ピロピロ笛、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶって、パーティーハットをかぶった、パーティーフェイス、パーティーフェイス、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶって、絵文字1個に対して投げんだよね、名前が、パーティーハットをかぶってピロピロ笛を、ピロピロ笛、パーティーフェイス、パーティーフェイス、これパーティーフェイスやめて、パーティーフェイスの絵文字1個だけで投げ、棒読みが、パーティーフェイス、ピロピロ笛を加えた顔、やばい、
ワンワンで配信の時つけてる。大手で読み上げは大草原わらわらパーティーフェイスだって。わら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 。キン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 イエイ。これダメ。パーティーフェイスダメ。パンダの顔。たったの5日でした。 W ちなみに、キクナ店は学生向けサービス始めたようです。学生だとノリとかの PP が一つサービスのようです。バー学生時代に戻りたい。今どこ読んでんの？ってなる。米番にならないように。大入り袋を3個プレゼントしました。大入り袋のやつ。出たパンとパンダわら。シエーわらわらわら。うちファーあー頭きくるうわ。ここぞとばかりに荒らすやつ多すぎ。読み上げ職人出てきておもろすぎ。笑い転げる顔。笑い転げる顔。3個プレゼントしました。たま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 こんにちは笑顔、笑っている目、頬を赤くしている。パーティー出てきた。パーティーフェイスわらわらわら。読み上げするとアイテム飛ばなくなるよ。パンダの顔、パンダの顔、パンダの顔。緑色の四角、黄色の四角、赤色の四角、緑色の四角。これ楽なんかな。アイテム飛ばさかないでよ、これ。緑色の四角、黄色の四角、赤色の四角、緑色の四角。赤色の相手も飛ばない。わらわらわら、ピロピロハットって書いちゃった。あ、喋らんとくなるこれ。笑い転げる顔。ああ棒読みつけたまま感想をお願いします。工事現場のノンバイナリーの人。工事現場のノンバイナリーの人。すごいな、すごいことなんだよこれ。ノンバイナリーの人。大入り袋を3個プレゼントしました。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加え、やめるかも。やかましいなこれ。やかましい、これコメント見上げ。これ切るわ。だるいわ、これ。あ、ちょっと待って。新機能。え、すごいかも、これ。ちょっと待って。リプ機にできるかも。何これ。コメントへの配信を許可、オンオフがあるんだけど。何これ。コメント見て見て、これ NG ワード設定の下。なんなんこれ。コメントへの返信を許可とオンとオフがある。俺今許可にしてるんだけど、オフにしたらリプできなくなるかも。ちょっと待って、大発見。これオフにするわ。はい、ちょっとリプしてみて。リプ、リプキン かもこれ。アイテム来た。あ、2個です。10個。あ、ヨッシーさんやす。リプして。リプできない。リプできないの。マジ、この機能マジ欲しかったよ。はい、リプ許可した。リプして、リプして。今してる？リップしてみて。今許可したから。あ、できたできた。リップできた？うわー、リップ券にできるわ。すごい。リップするバカいなくなる、これマジで。マジか。この機能前から欲しかったんよ。コメントへの返信を許可。オンオフできる。うん、408バルス。オフにしとくか。この配信のコメントの返信が許可されていません。あ、そうやって出るんだ。ってことはこれオフにしとけばいいんだ。うーわ、新機能出た。新機能。リップするバカいるやん。絡んでくるやつ。
これ前から欲しいって言ってたんだよ。今回のバージョンアップだわ。今オフにした。できない。リプすごい。リプ金にできる。すごっ。これは配信者様、これ嬉しいね。うん、くだらなかっただろ、リップするやつな。はるかおるありやす。大ニュースだわ、マジですごいいいニュース。うん、タヌキもともとできないんだっけ。俺あんまタヌキ使わないか分かんない。うん、中井できないね。中井の時代が終わりだね、それ使われたら。うん、むっさ湧いてる時にさ、中井いたんだっけ、なんかリップつけまくってさ、なんか荒らすやついるじゃん。うん、あとは リリーさんね。リリーさんが叩かれ出した時にあのリップして、あの言い返す時あるじゃん、あれができなくなります。うん、言い返せなくなっちゃう。いや、すごい機能ついたな。ねえ、いつも俺ブロックしてるよ、何回は。スパルタン X って誰の有名な、リップしてくんの、そいつも知らんのよね。俺ブロックしてるかも。スパルタン X ってリスナーいるの。うん、リリーさん困るかもしれない。リップできない。だから何号ってあのエアリップするんじゃない、リリーさんは。リリーさんが怒ってリップするときスパルタン X モードっていうの。あ、そうなんだ、知らなかった。それはこんにちは、無料アイテムお願いしますね。無料ください。イベント明日までなんで無料ちょっと大募集中。無料アイテム、うちのリスナーさん金欠でさ、もう熊手が買えないっていうからさ、しょうがない。無料アイテムは集めないと。投げてもらった、ありがとね。これ集めてんね今、無料アイテム。うん、あさってからのイベント、何のイベントの、あさってイベントあるの。花屋さんからやす、なんかあるのイベント。またあんのイベント。うん、生ポゴイ一番ここ、あ、ラスベガス、ウルトララスベガスだって。何これ、またイベントやん。山分け、何これ、スロット、スロット代100万ポイント山分け。日曜から100万ポイント、大盤振る舞いじゃね。マジかよ、これ出るしかねえじゃん。何これ、スロットマシンもらえんの、これ出ていい、これ全力で出ていい。出るわこれ。どこに出たらいいんだろう。これまたチーム戦、チーム戦なのこれ。欲しいね。いや、スロット欲しいよ。希少さんも出るって。俺も出る、これ全力でガンガン行くわこれ。山分けだって。いや、だって俺んち置けるじゃん。俺んち広いもん、まだ荷物置けるもん。え、スロット欲しい、絶対欲しい、これスロット。うん、みーちゃんにあげる、あげる。何これ、出現率 0.001% って。何これ、ウルトラミラクルセブン、何これ。
あ、リスナーさんがもらえるんだ。ウルトラミラクルセブン 0.001% のアイテムを投げて画面が真っ暗になったら、やばい、これ遮光してめちゃくちゃ煽るやん、運営さん。ミリオンゴッドいるやん、好きな人、運営さんに。ダメでしょ、こういうの。これ、みずほに訴えられない？思いっきりパクリやん、これ、プチューン。これ、あかんやろ。運営さん、許可もらってんの、これ。これ、ダメだね、これ。うん。ボーナスが出現した配信の配信者の方にはフワッチポイント100万ポイント山分けプレゼント100万ポイント分。あ、リスナーさんがプチュン引いたらってこと？プチュン引いたらその配信者さんが山分けってこと？パチンカスいるね、運営さんに絶対。だから運だね。これ相当確率低いぞ。ファンタの20倍 0.1% でしょ。それよりもさらにだね。0.001% で。もう奇跡だね。マジで。出たら。アイテムでプチューンだと思う。100万円、100万円。聖杯、何パーだっけ？聖杯も 0.1% じゃない？聖杯よりも低いよね。何分の 1? 1万分の 1? やばいやん。いや、プチュン全然出ないでしょ。絶対出ないよね。プチュン。え、これいつから？え、これ全力でちょっと勝ちに行くぞ。マジで。燃やし生活覚悟して、これ。リスナーさん。全力で行くからね、これ。マジで。フリーズ。出るよ。絶対出る、これ。取りに行く1位。プチューン出るまで終われないよ。もう寝ないでやる。うん。あ、今のうちに保険とか解約できたらして。生命保険の家とかも車とかも売れるもん全部売って、ガチで行くぞ。ガチで取りに行くよ。マンスリー1位もかかってるし、行ってきて。もう友達とか借りれる人は全部借りて、家族とかお金全部。うん、嬉しいでしょ。うん、定期解約して全部下ろして、車も売って内臓も売って、しこって寝れ。うん、かけないから元ちゃん、しこるわ。うん、アンダーバランチ全力で行くぞ。これラスベガス行くぞ。ウルトラミラクルラスベガス、ウルトラベガスね。ウルトラミラクルベガス100万ポイント山分け。いや、どっち出た方がいいんだろう。前半かな、 どっちがいいのこれ。前半と後半、誰かあのいる、詳しい人、どっちがお得とか分かる人、頭のいい人いる、大学出てる人いる、後半と前半どっちが得点がいいの。うん、必ずプチューンするぞ、おら！ラーポーシャです。どっちがいい？後半のがいい？様子見で後半のがいい？前半しか山分けとかないとかないよね。後半も山分けあるよね。後半一択？後半出るか。プチューン引いてね、マジで。プチューン見てみたよ。画面録画しないとね、プチュン出たら。ふわっちのさ、この画面が真っ暗になってプチューンってなるんでしょ。1000個なければ1個当たる。そうです、そうです。いや、1万個っすね。ララポイさん1万個、1万分の1。うん、見てみたい。で、ボーナスももらった人いる？ボーナスまだ早めにもらえるんだったらもらっちゃって、会社から。あの、ふわっちの推しがいるんでって、早めにボーナスお願いしますって。
前半かな盛り上がるの。そうかな。あ、車やって。ララポイさんです。何の車だろう。車ちょっと前借りして。1000分の1なの。10万個で1回ですよ。どっち。あ、マンネリ化しちゃうな後半は。ちょっとうんこしてきていい。払いたい。みっちゃんちょっとうんこしてくる。払いて。みっちゃんいい。ちょっと払いて。俺がいてもかじってくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。こんにちは。ワン無料ありがとうございます。ララポイさん助かり、ありがとう。これただのワンピースや。大丈夫よ。大丈夫。え、な、逆にごめんね。なんか、ごめんね。無料ありがとうございます。リスナーさんにも当たっちゃってごめんなさい。ありがとう。悩み聞いて、うん、聞くよ。大丈夫。何、どうした。いいかな、優しいな。当たってんごめんね。無料ありがとうございます。ありがとうね。松江靴つけてるんですが、よれる。あれじゃない、毎日研いだら、あのちゃんと ブラシみたいなんで研いだらいいんじゃない。あとコーティング。男の人素敵な彼女作ったらいいんじゃない。か お金払ってお店行くか。ララポイさん無料ありがとう。今なんだ、有料が先やったの。ありがとう。忘れてた。一個安く。何してたみんな。だって見てくれてたってことは、みんなも寝不足じゃない。店で済ませる男です。今彼がデリが良い。デリって何、風俗ってこと。寝不足か、かわいそうに。
ねないけんね。子供と公園行く、それ蜜もいいってもうかまへん。退屈やね。いい？一緒に遊ぶか。ララポート行ったことないよな、みつ。子供はね、3時の時もあれば、そのまま5時過ぎの時もあるよ。風俗。隠れて行ってるの。お、怒るから隠れて行くんじゃん。ダメなん？いや？行ってほしくない？そう、しーちゃん、え、今見えた？いやか。風俗？そういうさ、性癖なら仕方ない。しーちゃんも大好き。何？あ、初コメさん。初コメさんこそ風俗行かないけんなんじゃない？風俗って舐めれるの？舐めてもいいの？え、舐めさせてもらえるの？あ、いいんだ。じゃあ行っておいでよ。ここめっちゃ赤く映るね。何してる？え？何してる？無料アイテム来ねえかなと思って。みっちゃんもらったよ。いっぱい。しーちゃんの方がもらえるよ。いつだ、なんか世間話になっちゃう。無料アイテムこじって。うん、ありがとう。絞り出して。ほら、しーちゃんが言ったら来るからおいで。みっちゃん言わないから、こじんないから。こじり倒したよ、もっと。言ったで、無料。足りないよ。こじり魂が。だって一人さ、3個しか持ってない。限界があるもんね。もっと人来るでしょ。持ってるでしょ。え？持ってるのに投げない人いるから、言わないと。くれてるもんだって、ありがたい。足りないよね。ありがたね。出せ、無料。ジャンプしてみろって。え、ジャンプしろ。チャリンチャリンやん、それ。ジャンプしろ。親父狩りやん。あるだろ。無料と思ってんだろ。出せ、飛べ。ありましたって出るか。投げろ、今すぐだ。うん、今すぐだ。怒られるから早く投げてほしい。ください。お願いします。あ、ありがとうございます。ありましたら。あ、どんつけろ。ミニベね。1000円ですね。あ、いっぱいありがとうございます。ララポイさん。できるじゃないか。ララポイさんめっちゃ投げてくれる。くれたよ。無料。もうないか。あるでしょ、まだ。無料ありがとう。もうないか。あるよ。絞り出して。最後の一滴まで。今のうちやで。手の甲綺麗じゃない？見て、傷いっぱいね。あのバイクの事故してるから。イキ君からありがとうございます。ありがとうございます。何個いった？100円って何？え？何が100円？福円。100円。100円、うん、何100円？しーちゃん、ふわこまは100円やで。ふわこま、なんかあったの？あ、さっきのエフェクト100円なの？あれ1000円じゃないの？あれ100円や。おい、1000円かと思った俺。100円であのエフェクトいらんやろ。100円、
腹すこいてる。ありがとう。100円なら騙された嘘でしょ。こんにちは、マリカよ。ララポイさん、ララジオ、ふざけ1000円かと思った俺。詐欺じゃないやろ、しえちゃんの勘違いじゃない。勝ちに勘違いしたくせに、まあ、もうないか、無料くれへんか。あ、げんちゃんがさっきね、しこって寝るわって言った。みーつ50、うわー50、お前がアナブの席をビリゲッツ、トトバックス、サンマサイ、トップワン、トバチャイネット、できないどんつくらすうわ、ロケ花来た、ロケ花2個うえー、どんつくらすかい。チャさん、チャさん、さっきあげた人、ありがとうございます。トワちゃん、ラスベガス出るからね、全力で取り行くからね、応援してね。ありがとうございます。これさ、たまに開いた時にさ、ミツが知ってるリスナーさんいるよ、いたらさ、めっちゃ嬉しい。うん、当たり引いたみたいな。しーちゃん、うん、喉飴食べて。10個ラスかい、トワちゃん、お金ないって絞り取ろう。何やね、絞り取ろう。ラスベガス一緒やね、スロットマシンをもらうんだ。ラスベガスのイベントの景品確認してね。確認したよ、ツイッターやってる、あるよ。無料ありがとうございます。あ、知らなかったな、わかんないな。あ、わかんないな。前半出るの、わかんない、多分前半かも。プチューンはいつからなの。プチューンはそれ始まったらプチューンやん。プチューンって何。プチューンやん。みーちゃんミリオンゴッドしてわかんないでしょ。うん、わからん。じゃあダメだ、説明してもわからんわ。画面が真っ暗なんねん、でぶっ壊れたみたいになるねん、演出が。あれって、なんで画面真っ暗なんので、そういうスロットがあんねん、8192分の1で、そのプレミアが出るの。スロットの景品は前半だった。あ、じゃあ前半出るわ。赤いよね、赤黒く見えるよね。これがさ、なんかオレンジなんだよ、ね、それ消したら。じゃあそれ、これ消し、一緒じゃん。これしたら、じゃあそれ黄色にしたらいいんじゃない、それ。これ、うん、これどうやって、ダイヤル、角にダイヤルついてるから前半、明るさと色味、これまたダイヤル、明るさ、明るさ、それ白、さ、逆のダイヤル、白がいいんじゃないの、逆のダイヤル、こう、もう一個のダイヤルついてるから、こっち、うん、そっちで色味調整。白でいいんじゃない。今何色やったん、白やろ。ああ一緒やん。じゃあそれが悪かったね。まあ、おでこ隠して若作りせいや、せいちゃんに言ってるやんね、絶対みつおでこ出てるもん、せいちゃん。あ、いいよ、買って。頑張りすぎだ、お前。妊娠してるんだろ。休んどけ。俺が狩りに出る。
この座面茶色いのなんだこれ、漏らした？もともとせいちゃん座ってたから。ここ茶色いのなんだこれ。せいちゃんずっと茶色、うんち漏らしたやん。漏らしたお前。なんか暗いんだよな、俺これいるんだよな。なんか茶色いんですよね。漏らしたか、なんか食べこぼしたか、どっちか。うん、山田落とされた。なんで落とされたって。山田がなんか配信してた。511号さんの行儀が悪い。なんてコメントしてんの。511号さんなんてコメントしてんのお前。リーク来た、リークが。おい出てこいよてめえ。なんつってんのお前。整形女はパス、はい NG です。 NG です。519号も掃除するわ。やれ、俺がうんこしてるからって。うん、519号出てこいてめえ。整形してねえよ。ちょっとした、ちょっと目頭切開しただけ、片方だけ。あと鼻が曲がってたからちょっと戻しただけ。うん、519号出てこい、戻るぞ。謝れ。519号戻るぞ。おい戻るな、謝んない。どうする、謝んねえな。じゃあ戻るな、お前見つけたぞ、お前覚えとけよ。うん、よし、じゃあ戻るわ。もう柴田うぜえな、俺がうんこしてるからって。お前めんどくせえんだよお前。どこら辺にいんのこれ。519号、下の方。はあ、めんどくせえ。519どこにいんのこれ。どこ、いなくね。これ検索できればいいのよな。いねえんだけど。あ、ニコラス来い。あー、ありやす。ベビーさんね、ベビーさん、ありやす。ニコ、いない、いないわ。一番に書いてた、ニコラス来い、ベビーさん。結構前なんだ、じゃあ分かんねえわ。うん、子供のこと考えてあげた。ああね、一番にコメントしてた。いるんだよ柴田が。あー、まあムカついてきた。なんかちょっと戻っていい、戻ってきていい。はい、これスベビーちゃん新機能、リプキンできるの、オンオフできるの。これコメントへの返信の許可のオンオフがあるの。あのくだらねえ リプするやついるじゃん、あれがこっちでオフにできるの。リプできなくなるのよ。これ前からこれあればいいなと思っててずっと言ってたんだけど、ついにできた今日。バージョンアップしたら多分できるかも。バージョンアップしてなかったらできないかも。戻るか、そこまで下じゃない。519ちょ戻るわ。519どこだ。519、これ検索機能できたらいいのにな。519、あ、匿名で笑っちゃった、すいませんベビーちゃん、ありがとね。519、あ、これ痛い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 、あ、違う、いたわ519、いた
見つけた。さあ配信者が選べるの、オンオフできるの。でもあのさ、この機能ってさ、過疎にはいらない機能だね。大手さんとか中堅クラスだと必要かもしんない。過疎はさ、リプ公認してるもんね。どこにそんな機能あるの？あのね、配信画面の一応右下の点点点のとこあるんだけど、そっから設定ボタンなんだけど、右下の点点点がの、一番下の方、スクロールしてて一番下の方、コメントのところで、あのリスナーさんにはないよ、これ配信画面だけね、配信者だけね。そうで、この項目が出てくるわけよ。コメントのところ、文字サイズ、コメントを読み上げ、 NG ワード設定の下に出てくる。そうリスナーさんは別に意味ないよ、これこの機能は。配信者だけが得するやつね。枠が荒れなくなる、で慣れ合わなくなる、リスナーさんが。これね、多分ね、運営さんもさ、リスナーとの慣れ合いはやめた方がいいんじゃないっていうことなんだろうね、多分。うん、この機能をつけたってことはさ、リスナーさんたちがさ、慣れ合ったらどうなると思う？うん、トラブルしか起きないよね。インターネット上で顔も知らない、本名も知らない、住所も知らない人たちが仲良くなって何するかって言ったら、お金借りたり、やりもくだったり、体の関係を持ちたがろうとして、出会いね。うん、そういうのがこう出てくるわけよ、男と女ね、欲望がね、こう出てきちゃうわけ。あ、この人サムネ可愛いなって、ちょっと LINE 知りたいな、会ってみたいなって、そういうのを やめましょうってことで。いるでしょ、そう、配信者も多いけどね。あ、このリスナーさん可愛いな、エッチしたいな、会ってみたいな。うん、一番多いのなんだろうね、お金かな、体の関係かな、どっちが多いんだろうね。うん、裏もあるな。昨日の暴露の意味わかんない、どうでもいい、ボロビール言うかって前からいい、ね、うん、あ、嫌だよね、タバコでリップとかされてさ、嫌な人多いと思うよ、多分。いい気はしねえね、うん、お金貸してって言われたことある？ララポさん、誰にそれ、配信者、リスナーさん。ララポイさん、これバック投げしアカウントやん、普通に0の20って。リスナー専門の方はフォローしてください。いいと思う人にフォローし返しません。すぐ投げてって言われる、冷める。ああね、好きな人には上限なく、上限なく投げるって書いてあるんだけど、ララポイさんやばい人だったの。プロフィール初めて見た俺。上限ないんだって、お前がじゃん、やばいやん。0の20フォローされてない。これ20人ってのは多分配信者なんだろうね。お前がいた、ララポイさん。すげえ、どんな人なんだろう。ララポイさんレベルいくつですかね、視聴者レベルいくつなんだろう。なんぼですか、ララポイさん。レベル聞きたい、レベル教えてほしい。99。え、いつからやってる人なんだろう、ふわっち。最近なのかな。取り扱いはすごく難しいですって。いや、難しいだろうね、こういう人は。
これさ、サムネイル、ヴィトンの新しいやつだね。新作のヴィトンのキャラクターだね、これ。これ見たことある、この柄。9月4日からで99。最近なんだ。よく、ようこそ来てくれました。ララポイ様。やばいね。エースになってくださいね、エースに。ラスベガスに出るんでね。うん。レベル100まですぐだ。99から長いんだよね。僕もちなみにレベル100なんですけど、100になってほしいね。で、100限定のアイテムがあるんで、それをね、ここでね、欲しいですね。あんまり言うと冷めちゃうから、それ難しい。うん、男か女かも分かんないね、これ。どっちなんだ、男性？あ、書いてないわ。これどっちだと思う、どっちだと思う、性別が分からない。こういう人多いんだよ、投げてたんで。うん、女性の方なの？なんで分かんの、女性って。男？女性だと思う。いやー、このさ、ヴィトンのさ、新作のやつなんだけど、これって女向けだと思うんだよね、サムネにしてるんだけど。コメントの仕方が女性っぽい。ビビエンヌっていうの、これ。ビビエンヌっていうの、このキャラクター。はい、どんつくらすこい、ララポイさんです。どっちだ、 ID は 111DD111。 アカウントは男性っぽいんだよな、これ。でも男は買わないよな、この。なんていうんだっけ、このキャラクターの名前。ビビエンヌ、ビビエンヌってさ、男性女性、どっちの、どっち向けの商品これ。 BBN、 お金貸してって言われた。あ、転生アカウント、お金貸してって言われたことがある。どっちだ、女性向けの商品だと思うんだよな。女性だな、多分。その絵文字、女性、女性、女性か。投げて投げてって言われて冷めるよね、わかる、それ。俺もタバクである。聖司来たって来るじゃん、投げろよ、早くファンタ投げろとか、それ言われるとマジ冷める。それわかる。うん、たまには来てくださいぐらいがいいよね。たまに気分でね、来てください。うん、そうそうそう、気分で投げるからね、アイテムってのは。気分が乗らないとね。うん、明日が誕生日なんだ。何日、11月17。そうそう、おねだりするとね、やっぱね、俺も嫌、おねだりされると買いたくない。うん、かぼちゃ残ってないもん。あ、でも明日誕生日ってことはさ、これだよね、多分。ふわっちね、忙しいだね、あのリアルの友達とかでお祝いとかするんだろ、パーティーね。あ、お誕生日おめでとうございます、明日ね。うん、あ、プチューンしようね、ドンツクラスか。ララボイさん、いいんすか。